中国地震大モーによると8日午前1時45分中国の西部に位置する青海省の海報チベット族自治州でマグニチュード6.9の地震が発生しました震源の深さは1 0キロです公式は死亡者数をまだ発表していませんが地震で倒壊した屋根に埋もれた被災者がいるというネット情報が出回っています同時に甘粛省懲役市三丹県付近で マグニチュード6.6の地震が発生しました。同省他の5つの市でも強い揺れを感じました。現在、死傷者は不明です。